バットランド大津の羊は、哺乳孔玉、ヒズメメウシかやぎあかに分類される、ビッグホーンの亜種、絶滅亜種。アメリカ合衆国体重は150キログラムにも及んだというから、現存の大津の羊よりも大型であったと思われる。バットランド大津の羊の名は、バットランドと呼ばれる岩山に住んでいたことによる、巨体の割に敏症で、岩山やかけを平然と行動した。 オスの頭には下向きに丸くカーブする大きな角が2本あった。先住民数族は肉と角を目当てに大津の羊を捕まえていたが頭に角をつけて接近するという方式によるもので捕獲数もわずかだった。しかしヨーロッパ人の寝室以降は事情が変わった。他の鹿や霊用と同様に見事な角が部屋飾りとして人気を集めたのである。ハンターが 盛んに、大津の羊狩りを行い、新たな生息地を探しても追いつかなくなった。人間に撃たれた最後のバッドランド大津の羊は、1905年に、ノースダコタで撃たれたものとされている。その後も1910年、あるいは1925年頃まで、生存していたという説もある。ありがとうございます。